story. あなたのために私は何ができるのかしら。この子と暮らし始めて1週間、ここでの生活には慣れてきたみたいだけど、時々見せる表情が気になる。何か力になれたらいいんだけど。これ、私が新米だった時に使ってたものよ。つけてみる？あ、ほら、こうやって結ぶのよ。毎朝こうやって髪を結びながら気を引き締めてたの。強くならなきゃって。小さい時から強かったんじゃないの？いいえ、これをつけてた頃は失敗ばかり。一人で何とかしようっていつも焦ってた。はっ！その蹴り技、あの男。男？まさか父さん？君は何も知らないのだな。答える気はないってことなら、君の美はまだつぼみだ。咲き誇ったバラの完璧さには届かない。しかし、つぼみが開く時を待つのもまた一興か。ふっ！父さん。ICPO のチュンリーだったな。ここで何を？シャドルの幹部、バルログの目撃情報を追ってきたの。まさか一人でか？許可が降りるのを待ってはいられないわ。私には彼らを追わなきゃいけない理由があるの。お願い、このまま行かせて。どんな理由があろうと、市場に振り回される人間は捜査の邪魔だ。気持ちはわかる。だが奴らは危険すぎる。危険なことなんて百も承知よ。だからこそクンフーを積んできたの。チュンリー、一人でも戦えるように。わかった。そこまで言うのなら、君の実力見せてもらおうか。力のないものを戦場には出せない、当然のルール。ええ、分かっているつもりよ。100連射！100連射！
なるほど。これでも決められないなんて。君は強い。だが単独捜査は許可できない。そんな。私たちと協力するというのはどうだ。なし。でも疑っているのか。シャドルの内通者かもしれないと。そういうわけじゃ。行こう。バルログの潜伏場所は分かっている。ふん、雑魚どもの慣れ合いか。私が手を下すまでもない。バルログ、行け。貴様らに似合いの相手だ。てぃ、神だからって挑戦の理由だって。泣いてみろ。ギッチギッチにしてやるぜ。ヒュー、帰ってこしね。ここは私たちに任せろ。ありがとう、二人とも。見つけた。私に追いつくとは。だが君一人で何ができる。私は一人じゃない。今度こそ負けるわけにはいかない。つぼみのままで血を定めとは。影を追い求めるその目、その姿、美しい。そうだ、私は君の父を知っている。そしてその末路も。また会おう。君が花開いた時に。誰も頼りにできないと思っていたの。ずっと二人とも力を貸してくれてありがとう。もうこんな無茶はするなよ。やつらは手ごわいぞ。分かっているわ。でも諦めない。これからも。さあ、できたわ。ありがとう。私も誰にも頼れないと思ってた。リーフェン、私も強くなりたい。お姉ちゃんみたいに。なれるわ。みんなで力を合わせれば何だってできるの。一緒に頑張りましょう。私は全てのポーカープレイヤーが一度は負ける相手。それをティルトという。ティルトとはシンプルに言うなら頭に血が昇った状態のことだ。人は必ず自分に負ける。
この状況で目覚めるなんて奇跡だわ。あなたは全身の骨が折れて、とにかくひどい状態だったのよ。何があったか覚えてる？私は、かつて私は負けた。大勝負は命だった。勝手に動くな、ナッシュ。純将からも言われているだろう。お前が止めに来るとはな。だが何と言われようが、シャドルーを、ベガを放っておくことはできん。どうしたんだ、ナッシュ。お前は冷静さを失っている。一人で行っても無駄死にするだけだ。どうしても行くなら俺も。お前には家族がいるだろう。奴は私が、俺が倒す。ナッシュ、記憶は戻っているのよね。ベガと戦った時のことは。思い出した。その後のことも。ああ、ようやく会えたな、ベガ。これはこれは、勇敢な米軍戦士のご登場。話してもらうぞ。貴様と我が米軍の上層部とのつながりをな。裏切られたのか。俺は、奴らは。裏切ったのは上層部だけではないわ。あなたの仲間たちもベガの手の内だった。今は、現在のあなたは行方不明扱いで、ももう死んだものと思われているわ。この世界にあなたの居場所はないみたいね。残念だけど。そしてベガがいよいよ世界を征服しようとしている。ベガの居場所を知っているのか。ごめんなさい、それはまだわからないの。でも他の情報ならいくつか。協力してくれるなら全部提供するわ。興味はあるかしら。いいのよ、返事は急がないわ。そうだ、何日か外の世界を見てきたら楽しめると思うわ。久しぶりですもの。シャドウの構成員、ベガはどこにいる？話せ、急いでんだ。へえ、俺は珍しいな。えっ、怖え怖え。貴様はサイコパワーだと。子供相手に乱暴すんなよ。大人げないぜ。その力は。そんなことより自分の方を心配しろよ。あんた死んでんだろ。知らないみたいだから教えてやるけど、死体ってのは普通動いたり戦ったりはしねえ。その体長くは持たないぜ。こんなところで油売ってる暇ないんじゃねえの。待つですよ、このガキ。今こそバイソンの。ん？貴様もシャドルーか。
邪魔ですね。覚悟は決まった？そうだな。よかった。では始めましょうか。人は必ず自分に負ける。だが自分に勝つのも自分しかいない。今度は負けはしない。私に残されたのはこの怒り、この憎しみだけだ。ベガを倒す。そのためなら。私が求めるのは、未だこのような人形を使い続けるとはな。揺れ動く心が生み出す美にこそ価値があるという。そう、彼女のように。まだだ。感じるぞ、君の苦悩、迷いを。なんなぜそうまでして私たちシャドルを追う？憎悪か、それとも贖罪か。黙れ！過去と現在の狭間で揺れるその瞳、美しいな。その口を閉じろ。震えているのか。しない。君の美しさを摘み取るにはまだ早い。行くがいい。おお、誰かと思えばバルログさんでしたか。ふん。この私が再調整したニュードールズ、お気に召したです？戦闘力の上昇はもちろん、サイコパワーとの親和性をより高め、我らシャドルの命令に忠実に従うよう強化しているですよ。自らの行いの醜さに気づいていないのか。救いようがないな。うん、ナンバーチャーの私に対して口が過ぎるのではないですか。いいです。この際どちらが上なのか教えてやるですよ。ゲスGet out!
少しはやるようですが、まだ。ご報告します。何ですか？個体番号006を発見しました。キラービーと行動を共にしています。006とあの目障りなキラービーですか。裏切り者は抹殺するとして、006は再調整すべきですね。どこにいる？こちらを。逃げるつもりですか？貴様の醜い顔は見飽きた。キャー！なんて忌々しいやつですか！見つけたぞ。ん？ファンネ、無粋な真似を。なんだと？なぜ人形のために戦う？己を犠牲にした美しさなど、所詮は一瞬のものだというのに。ジャミー！もうお前を、お前たちを戦わせはしない！かつての自分の影に苛まれ、もがき苦しむ。その歪みこそ君の美しさだった。忘れたのであれば思い出す。痛みとともに。まだ倒れるわけには。そうか。何がおかしい？君は気がついていないのだな。選んだ道の危うさに。何？いずれ知る時が来る。止まれ！ここで何をしている？今は待つとしよう。喪失の恐れ、絶望の嘆きから新たな美が生まれ出る。その瞬間。昔からこんな感じだな、俺たちは。メルはまだ寝てるのか？ぐっすり。でもよかったの？せっかくのお休みなのにパーティーなんて。普通なら断るところだが、神月のお嬢さんからのお招きだしな。それにあの家にはいつも強い奴らの情報が集まってる。また誰かと戦うってこと？もちろん。今年こそはあいつに勝ち越さなきゃいけないからな。あなたたちってそればっかりね。え？最初からそうだったじゃない。あなた強いのね。何のために戦ってるの？お金？それともスターになるため？俺には倒さなくちゃならない男がいるんだ。そいつともう一度戦うためさ。あれから何度あなたたちが戦っているのを見たかしら。まさかここで始めるつもり？へへ、見てろよイライザ。
勝ち越したな。次は俺が取るぞ。あれ、こっちだと思ったけどな。だからさっきの執事さんに案内してもらえばよかったのに。のいてみる。さては不法侵入ってやつだな。え、違う違う、俺たちは今晩のパーティーの客で。これも仕事だ。黙って潰されてる。しょうがねえな。どこかで会ったことあるか。はぁ、知らねえよ。体型は違ってたか。不法侵入者のくせに。客なのは嘘じゃないって。ほら、本当だ。ようこそミスターマスターズ。イライザさん、メル君もお待ちしておりましたわ。お招きありがとう、カリンさん。あら、何か失礼があったようですわね。お詫び代わりに食前の運動はいかが。嬉しいね。本当にも。お手並み拝見といくか。全米格闘を楽しませていただきますわよ。来たか、メル。ではまずはお部屋へご案内させますわ。リュウさんは来ないの。今あいつは戦ってるんだ、殺意の波動と。殺意の波動。あいつがどんな答えを見つけるのかはわからない。そもそも答えがあるのかも。剣。でもな、どんなに辛くてもあいつは進み続ける。それだけは確かだ。なら俺もそうするだけさ。いつも通りね。やめろ、ディカープリ。お前なんか嫌い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 。多くの人を傷つけてきた。そんな私に誰かを守る資格はないのかもしれない。だが、はい、シャドルに動きが。はい、すぐに向かいます。それでも私は
てく、なんで俺様がこんな雑用を。まあ邪魔するってんならぶっ飛ばすぜ。何しているですか。あなたを、ベガ様に歯向かったやつに生きる価値なしです。このファン様が直々に殺してやるです。お前がシャドルーの新たな幹部か。ところで、あの人形どもは犯した罪に苛まれ続けるです。あなたもそうでしょ。私も時間切れです。人形どもは我がチェインズ計画の一部です。邪魔をするのなら容赦はしないですよ。キャミー、ユーに外出の許可が出たのか。監視付きだけど、買い物の必要があったから調べたんだけど、個体ごとに好む飲み水の温度が異なるみたい。あと年齢と体重から与える食事量も調整しなきゃいけないんだって。ああ、猫のことか。知識が増えるって楽しいよね。世界が広がっていくみたいで。キャミ、大丈夫？もしかして何かあった？ユーニ、お前は今幸せか？え？シャドル、どうしてここに？私が。キャミ！もうお前を、お前たちを戦わせはしない。私が守るんだ。やった！
君は気がついていないのだな。選んだ道の危うさに。何？いずれ知る時が来る。怪我は？大丈夫だ。よかった。本当にシャドルが動き出しているの？シェインズ計画と言っていた。こいつらもその一部なんだろう。またお前に危険が及ぶかもしれない。安全な場所で待っていてくれ。でもシャドルの計画は私が阻止する。そしてみんなを助け出す。今度こそ必ず。みんな本当は助けなんか望んでないのかもしれない。でも向き合うって決めたんだ、昔の自分と。だから私は、私今が幸せかどうかまだ決められない。だけどキャミーといっぱい話したり笑ったりする時間はすごく好き。一人で思い詰めないで。あなたに助けられて本当に良かったって思ってるから。ユーリ、ありがとう。それはこっちのセリフ。帰ってきてね。約束する。なんか面白くなりそうじゃん。